はい、こんにちは。今日は角度によっていろんな光り方をするデザインのご紹介です。まずカラージェルをベースに塗っていきます。クリアジェルを1層引いたらジェルグラフの K の13番、ちょっと透け感のある焦げ茶色のジェルになります。こちらを全体的にムラ塗りをしていきます。細かくムラを作っていくので、筆の角を使ってちょん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 していくといい感じに作れます。少しぼかしすぎたかなと思ったところはクリアジェルを上からのせると、濃淡ができます。しっかり固めたら次にミラーパウダーをこすりつけていくのでノンワイプジェルを薄く全体的に均一に塗っていきます。しっかり固めたらミラーパウダーをこすりつけていきます。今回使用しているのがシャレドワさんのブルージュという色になります。こちらがクリア感のあるパウダーなのでベースのアートの模様もはっきり出るぐらい透け感のあるミラーパウダーになります。パウダーをはたいたらクリアジェルを一度塗っておきます。次にマグネットジェルを塗っていきます。今回使用するのがマティエールさんの3色ゴールド、レディッシュブラウン、ラジウムを使用していきます。このマティエールのミラーパウダーは少量でとても発色がいいのでコスパもいいですし、はっきりしたミラー感を出したいときはとってもおすすめです。まず一部分にだけ、今塗っているのがゴールドのマグネットになります。乗せたら磁石を近づけて光の筋を作っていきます。こんな感じです。一度固めます。次にレディッシュブラウンのマグネットを先ほど塗った箇所に少し重なるように塗っていきます。角度も違う角度になるように磁石を当てて筋を作っていきます。こんな感じですね。一度固めます。最後にラジウムをのせていきます。こちらも先ほどのせた2色に重なるようにのせていきます。角度も2つと違う角度になるようにのせて、磁石を近づけていきます。はっきり筋をつけたいときは少し長めに磁石を当てるとくっきり光の筋がついてくれます。しっかり固めたら天然石をのせていきます。マグネットをのせた上に天然石をのせていきたいのでパーツジェルを塗って上に、天然石をのせていきます。天然石が取れづらいように溝にクリアジェルを塗っていきます。このクリアジェルの埋め方によって最後の仕上がりの光の屈折の仕方が変わってくるのであまり天然石の形を崩しすぎないように塗っていきます。トップジェルも同様に天然石の形を崩しすぎないように、でもしっかりコーティングができるように塗っていきます。こちらで完成です。ミラーパウダーのブルーとマグネットの3色がそれぞれ違う色味なので光によっていろんな色が見える、ちょっと不思議なデザインのご紹介でした。本日使用した材料がこちらになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。